て、はい、レオン、はい、ブラシが落ちる、ちょっと待って、ブラシが落ちる、よいしょ。最近雷豪雨がね、頻発してて、でその雷でね、あのパーチがすごく怯えてしまって元気がなくね、であのリードでリードつけて、あのお外出ましょうみたいな感じだと出てくれます。なんとかね、今はもうその時はね、ほんと怖い怖い言うて出ませんでした。でそれに遅れてレオンもなんかそんななったんだよね。何よそれパチが怖がってるから怖なってきたな。あそこにあのプレハブをねいただいたやつが来てからね、ちょっとレオンが怖がってるなと思ってたんですけどね、まあそのあたりからこの二人はちょっと不安定になり、で雷が結構ねすごいのが何回も続いたんで、でそうやね、今ちょっとあそこのプレハブのとこの工事かなね。ほんとこの子たちは警戒心高いから繊細くんやな。性格はこんな感じで、もう早く次々行きたいってな。パーチはゆっくりついてきてくれます。パーチはずっとね顔見て歩いてくれますよな。ちょっとレオンね、私うんち袋持ってるからさ、ちょっと片手でやってるから、はい、久々やな。レオンくん、パーチョくんね、家族さんお迎えお待ちしてますからね。野犬くんたちは繊細くんが多いですけどね、その分打ち解けてくれたらすごいたまらん子になりますね。パチェパチはすごいまったりさんな、すごく優しい。本当に一緒にいてるとそれがすごい感じるんですよね。レオンはあれやな、なんていうの、おしゃらけさん、ひょうきん者、笑わせるタイプやな。パチは癒し、レオンは笑わせ役。よし、もうちょっと涼しくななってきたらお散歩もいろいろみんな連れ出せます。何見てんのあれな、こんな感じで今日はあの下の砂利を整備して引いてました。あそこの上にはよう行けんねんけどな、ちょっと今やめとこうか、今日きれいしはったからな。でもすごい素直でね、すごく言うこと聞いてくれますね。よいしょ、やっぱり涼しいと思ってたけど暑いね、湿度がムシムシ、だから短時間ね、短時間だけでもこの子ですね、すごいお散歩大好きなんで、全然その後のね精神的に違うね。はい、レオン、はい、レオン、レオン、パチ、パチちゃん、パチちゃん、レオン、よいしょ、そちらのブラッシングな、私はいつもねお散歩行ったらなんかあの変なもの、草とか花粉みたいなのもそうですけど、虫とかねつかないように食べてへんな、ブラッシングをみんなします。
行かないでよ。甘えたさんやな、でもレオンもな、すごい。甘えたさん、ね。で、パーチェンとこう触ってたらな、怒んねんな、嫉妬すんねんな、こっちも来てよって言うねんな。このね、首のこのずらしてここのとことかね、あのやらなダメです、これ後で。結構ね、レオンたちの血筋の子は、男の子はガタイがいいよね、みんなね、肩幅がしっかりしてる子が多い気がします。パーチェとかね、本当はあの、まあ、震災くんだから、だけど、なんていうかな、だから飼い主を選ぶって思ってたけど、でもパーチェはね、やっぱり、まあみんなそうですけど、パーチェはやっぱり施設向きではないね。早くお家でゆったりまったり、もう何も心配することないとこで暮らしたいね。ほんとパチは本当怖がりさんやからな、すぐ不安になんねんな。だけど特定の人できたらそんな不安もならんですもんよね。本当にね、あの慕ってきます、パチは頼りにしてくるんで、もう本当にね、あのずーっとそばついてる、今もね。ね、パチェ。ちょっと、